知の歪みっていう。ああ、そう、認知の歪み、うん、はい、これは何なんかね、うん、なんか俺も聞きたいですね、これ。そう、認知の歪み、うん、なんかね、最近俺仲いい友達とよく話してることなんですけど、認知の歪みって、うん、最近ニュースで、うん、ある男が、散歩してるおばさんを2人銃で射殺したみたいな、うん、あ、1人が射殺で1人が刺して殺したのかなっていう殺人事件があったんですよ。ちょっと詳しく覚えてないんですけど、それは日本です。日本です、日本です。で、割と有名になった事件だと思うんですけど、なんかその動機で犯人が、いや俺はあのおばさんに文句言われてる気がしたって言ってたらしいんですよ。おかしいことは知らないんですけど、俺それ見た時に、あ、認知の歪みだなって、うん、いや、これって結構ね、うん、ストリートにもあるものだと思うんですよ。確かにあるものだ。リリックの話したじゃないですか、はいはいはい、受け取られ方、いろんなことする、うんうん、それこそが認知の歪みなんです、ま、捉え方が歪んで届いたっていう。そう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 、それってでも、はい、なんかすごい難しいよね、これ。すごい問題なんですよ、うん、これで、まあ、殺人事件にまでなってしまうと、うん、認知の歪みは、うんうん、で、まあ、日本のヒップホップだから殺人起こんないですけど、アメリカだったらそれでめちゃくちゃ死んでます。確かに本当にラッパーのその一言でめちゃくちゃ死んでます、うんうん、おそらくアメリカなら俺も3回4回死んでます。なるほど、ね、間違いなく死んでます。 それぐらい歪んで届いちゃってることもあって、はい、そうです。まあ、むしろ歪まずストレートに届きすぎたとかもあると思うし、はいはい、もう10人といろ、うん、いやもう100人100色ぐらいですから、うんうん、届き方って。まあね、そうなんですよ。そうだよね、あれ俺のことなのってなったら、そっからこう認知が変わるもんね。はい、うん、はいはい。で、どういうことなのかっていうと、認知の歪みって、うん、こういう心理状態らしいんですよ。絶対そうだとか、あ、違うのにみたいな、あ、思い込み、思い込み、はい、そうなんですよ、思い込みなんですよ。いや、すごいよ。それが認知の歪みの根本にあるらしくて、で、うん、もっと言えば、うん、そうでもいいじゃないですかって話なんですよね。もっと言えば、まあ、本来エーガンって、うんうん、いや別にそうでも、うん、気にせんでもエーガンってなるのに、うんうん、そこで違う心理状態でこう合併してしまうと、うん、あいつ殺すってなるんですよ。わかるよ、わかるよ。すげえ不景こと言ってるの俺わかるんですけど、これってそれこそリアルだと思うんですよ。人間の心の闇って深いですから。あ、確かに、ね、めちゃくちゃ深いです。例えばその日コンディションが悪かって本当にそうやって捉えちゃう時もあるしね。そうです絶対違うのにみたいな、はいはい、それもあるじゃないですか。普段全然その人でも思ってないよ ね、あるよね。それはもうついて回ってるよね、はい、タイミングが悪かったりとかなんかあるだろうね、その日のコンディションが、はい、コンディションであるじゃないですか、うん、なんかたまたま嫌なことが重なってさ、重なるとか、そうさ、で、その時に聞いちゃってみたいな、はいはい、あみたいな、そう気づいたみたいな、そうです気づいてないからそれみたいな、そうです、なるほど、それ認知の歪み。で、南部君ね、うん、俺がどうしてこういう話をするかっていうと、うん、こういう症状とか心のこう働きってこうやって話したり言語化したらある程度緩和できると思うんですよ、自分で認識していれば。まあそうだね、ですよね、うん、コミュニケーションはい、認識していればこういうものがあるっていうこと、自分の心がこう揺れた時に、うん、あ、これ認知の歪みだってなれるじゃないですか、覚えておけばね。はい、じゃあ劣等感と、はい、高いプライド、劣等感と高いプライドもヒップホップにつきものかなと、うん、本当に俺なんかいい例だと思います、うんうんうん、プライドが高くて、うん、でも劣等感を持ってると、うん、なんかね、まあ、それってラッパーじゃなくてもそういう人いると思うんですよね。もちろんいますよね。もうたくさん、うん、男の人も多いしね、そういう人、はいはいはい、まあ、男女関係なくだろうけど、はい、なんかね、
うん、確かにそこは交差してるとこだよね、すごい劣等感も。そう、無理でしょ。だからこそプライドが強くなっちゃったり、はい、うん、難しいとこなんですけど、テイダーは劣等感とかっていうのはすごい感じてる。俺は、うん、はい、自分ではありそうだよね、はい、気づかなかったけど、俺って本当に劣等感抱えてたんだなって大人になって分かりましたもん。あ、それは文字に表現したからじゃなくて、言葉とかにして、ラップとかにして気づくみたいなのもあるのやっぱり。ね、人生経験重ねていって気づいた部分が多いかもしれないですね。はい、で逆に自分のプライドが高いっていうことすらも気づいてなかったです。ああ、そう俯瞰で見れなかったというか。そうです、そうです、そうです。で結局劣等感を持っていてプライドが高いとどうなるかっていうと、人間的に成長できないんですよ、うん、それは間違いない、はい、もうそこに言うアダルトチルドレンですよね。本当に大人になれねえ、はい、大人に、はい、それがいい悪い別ですよ。アダルトチルドレンの人が成功している例をめっちゃ見てますから、うん、はい、いろんなところで、はい、なんか どっちがっていうわけじゃないわけじゃないですよ、うん、劣等感はだって強みにする人もいるわけじゃないです。なるほど、はい、これはあくまでもこのフェイダーワンが今思ってるっていう、そうですね、このワードというか、はい、うん、なので友達ってなんで必要だと思いますか。うん、おお、難しいな。友達、はい、難波くんにもいい仲間いっぱいいると思うんですけど、うんうんうん、どうして必要だと思いますか、重要だと思いますか。友達という存在が、はい、存在が、親にも言えないような話が言えるやつ、ね、あー、はいはいはい、とか大事ですね、それ。そうですね、親とか身内とか本当家族って言われてる超身近な存在以外に頼れるとこ、はい、かもしれないですね。あ、友達にしか言えない話ってありますもんね。あるね、しかも友達の中にもこいつだけにしか言えない話、はい、まさに、うん、そういう友達が必要な理由、うん、なんですけど、なんでかっていうと、なんでやねんがあるかないかなんですよね。おっていうのはやっぱどういうことかっていうと、受けれるっていうことね、うん、こういう友達と話したら、いや何言うんだよって言ってくれる友達って少ないでしょ。少ないでしょ、うん、怒ってくれたり、ね、怒ってくれたりしてくれる友達、たとえ難波君が言ってる内容が正しかろうが間違っていようが、うん、別のベクトルを入れてくれる人間が人には必要なんですよ。必要だよね。そうなんですよ。あ、第三者目線というか、はい、まあまあまあ、それを入れてくれるやつが、あ、でその時に、あ、こういう目線もあるのかと、うん、うん、でそういうとこから、うん、この認知の歪みとかも治っていくんですよね、まあ、結局のとこは、ね、そうなんですよ。あ、じゃあ助けられたことめっちゃある。あります。俺はあります。俺は正直友達は多いタイプじゃないです。うん、でも本当の友達の数は負けないっていう自信があるんです。俺も知り合いは多いけど友達少ないもん。うん、でも南波くん本当の友達いるでしょ。あ、俺めっちゃ少ない。でしょ、わかりますもん、南波くんいるのが、うんうん、はい、もう本当何人かだけみたいな、はいはい、うん、お世辞抜きでわかるんですよね。うん、そうなんですよね、はい、それあるだから友達って必要なんですよ、うん、どうかそれ言われた時に、あ、そうだって、うん、確かにな、はい、なんでやねんの必要性なんですか。そうだな、うん、さ、小学生ぐらいの時にあった関係性とかってそれよ、はいはい、でしょ、でしょ、え、お前なんなんそれ、なんなんそれ、そうそうそう、今は言えなくなってたりするもんな、はいはいはい、うん、なんか全然考え方とか好きなもの違うのに仲いいやつがいませんか。あ、いますよね、ジャンル全然全然いるでしょ、俺は話せるみたいな、はいはい、そうなんですよ、そうなんですよ、ここだと思うんですよ。なるほど、はい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 、分かる、でも本当にそれはあると思う、はいはい、全然全然あると思う。そうなんですよね。あるよ、はいはい、あるよ、あります、あります、実際あるんですよ。あ、いいよね、はいはいはい、だからそういうこと言ってくれる友達を周りにね、うん、置いとかないと、置かないと危ないっていう、だからイエスマンだけ置いてしまうと危ない時ってあるじゃないですか。危ないよ、はいはい、危ないですか。危ないよ、だってどんなあの、まあ、映画とかでも現実とかでもあるけど、うん、まあ、マフィアとかヤクザのね、うん、ワンマンに見えるような人でも、うん、周りにこういるんだよ、ね、うまく言ってくれる弁護士とか、はいはい、いるじゃないですか。ちゃんと導いてくれる。そう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 、いや
そういう人だから大切にしなきゃ、うん、であのスカーフェイスって映画もやっぱり仲間を殺してしまうじゃないですか、はい、最後、うん、それで落ちていくわけですから、うん、スカーフェイスはそこでもあるこっちにもね、うん、逆に言うと助けることもあるだろ、もちろんその友達を、まあ、こう自分で助けて気づいてないのかもしれないですよ。でもその気づかないぐらいの本当の友達なのかもね。はい、だと思います。助けてやろうみたいな。そうなんですよ。じゃなくて気づいた時に助かったり、はい、助かったりとか、助けられてたとか言ってくれるし、はいはい、あ、そうなんみたいな。本当の友達ってそうですよね。まあ、なんか変にこう絆とか語らないみたいな。全然全然。そういうのって本当の友達じゃないんですか、うん。まあそうですね。あとすごい長い目で見てるっていうのがあるかも。はい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 、はい。昨日今日じゃないんで。はい、なんかこう喧嘩しても無視してても一発喋れてみたいな。いつあっても大丈夫。まあ大丈夫だよ。いつあっても大丈夫。あいつならみたいな。あるっすね。あるよね。あるっすね。あるっすよね。はい、それはもう若い人たちからフェイドアンそういうとこから聞けたら嬉しいじゃないですか。はいはいはい、仲いい友達と話してて刺さることないっすもん。ディスり合ってて、うん、むしろ笑えてくるんですよ。うん、マジで嫌なこと言ってるみたいな。マジで、お前マジ言ったらどうなるから。で笑えるじゃないですか、はいはいはい、おめえ殴る手で笑えるんですよ、腹から。確かにね、そういう場面がちょっと減ってくるもんね。そうなんか楽しいもんね、はい、そっちの方が、はい、いやインタビューもうなんか楽しいよね。楽しい、もっと聞きたいね、なんか、はい、もう一個ぐらい聞きたいな。